リンちゃんのお家がやっと新しいのパッとあげれることになったんで、今日届きました。今から開封していきます。今まで赤線インコの、まあ、いた子のところに入ってたので、ちょっと最近成長著しいので尻尾がくしゃくしゃになってるのを見てかわいそうと思って、やっぱり買ってあげることにしました。これオカメ用ですよね。うん、太いんじゃね、やっぱりだって。うん、なんか入ってますね。それやばいんじゃないですか、落としたらサンキューって書いてある。うん、あ、すごいね。あ、厚いね、こっちの方が。うん、厚くかし、こっちの方がダメ。これあの止まり木じゃないや、横になってるからあの足が引っかかりにくいので、おかみちゃんとかにはいいそうです。ネットで買いました。これは楽天で最安値のところで買いました。チョコもね、そろそろ買ったゲンといて6年7年経っても下のところ割れてきようし、まずはマリンから。マリンは赤星インク用で我慢してたね。最近ちょっと体重が40じゃないわ、92か、92g になってきたので、ちょっとさすがにダメです。じゃあちょっと組み立てていきます。ちょっとウェットシートとかで綺麗にしてます。だってチョコより羽が長いもんね。マリンはね。これし、あ、これは下か。うん、いつもの下のやつ。綺麗。そこね。あっちが前じゃけ、こっちが側面。いや、こっちを。指を組み立てたので、あとははめるのみです。あ、広くなったね、やっぱり。これ普通の分と違って、ここは横になってるから、普通のやつって全部これ縦ですよね、この下まで。これはおかめ、宝永おかめ46なんだったっけ、465っていうタイプの横になってるタイプなんで、こんな感じですごいじゃん。横になってるし、手乗り用で上からこうカコッと開けるようになってるので、うん、楽です。いいね、これいいですね。10,000円ちょっとぐらい買ったよね、うん、12,000〜13,000円ぐらい買いました。しかもほらほら、こんな感じで、ね、うん、幅的にはあのチョコの、ね、こっちの幅的には
チョコが入ってると変わらないこういう感じで。ねえチョコ、あんたと同じやつになったよ。ちなみに今までのはこんなに縦のやつで、こんなにちっちゃくって尻尾ぐしゃぐしゃです。すごいねこれ。うん、餌も今までだったら釘しとかんときかと思うね、横であそこにやるだけなんで、ここから逃げる心配もないし、そもそもここないもんね。ないもんね。あ、今度チョコ変えるとき同じやつにしよう。これがええよ。これがええわ。ねえ、チョコのやつって普通のやつだけで、開けるときもここからこう観音開きで開くもんね。うん、まあでも6、7年前はこれが良かったんだよね、チョコね。頑張って頑張って働いてチョコの部分を変えてやらんといけんね。だってもうここ補強してますもん。ねえチョコ、頑張ってからカゴかまねえけんね。こりゃいいわ。見立て完成しました。チョコの分よりちょっとだけ、ちょっとだけ高さがちょっと高くなったんかな。チョコも今度これにしよう。ねえチョコちゃん、これにしよう今度。すごいね。何よりもこの餌の向こうになっとるやつが世話しやすい。うん、これは世話しやすい。鍵しなくても大丈夫だし、今までだったらね鍵しとかってやばかったしね。ねえチョコいいね、新しいやつ。チョコも頑張ってかまにゃいけんね。ね、羨ましいじゃろ。こんな感じです。これで多分尻尾が曲がることもなく過ごせると思います。どうですかマリーさん、新しいところは。あんまし配置変えてないけいいじゃろ。おー、移動しやすいよね。移動しやすいね、横だから引っかかりが。横編みやけどね。チョコが対抗心バリバリ。自分より高い位置かな。しょうがないね、ここ最近で 10g ぐらいも大きくなってから、もう適正のカゴじゃね。よかったね、買ってもらってよかったね。